はい。これマロに決まってんじゃない。はい、正解です。どう見たってマロじゃんこれ。最終問題、うん、じゃじゃん。誰これ。次のターゲットは、あ、純平さん発見。純平さん、ジュニアの声が聞こえたんですけど。あ、今お腹すかしてまってます。てっきりジュニアが好きすぎてジュニアの動画を見てるかと思いました。違いますか。大好きですけど。大好きですか。今ちょっと動画の編集を。あ、動画の編集をしてました。それは置いといて、今日ジュニアどうですか。え、ジュニアですか。すごいいいですよ。いいですか。はい。どんな感じでいいんですか。元気いっぱいで。元気いっぱいで。チャロチャロに。ええ。ちなみにジュニアはこの光市のあれなんですよね。そうです。生まれなんですよね。そうです。ちなみに純平さんどこの山で生まれたんですか。私は軽くされちゃう。失礼しました、ごめんなさい。純平さん、純平さんは山じゃないですね。山じゃないです。産婦人科です。産婦人科で、はい、ちなみに芸歴は何年目ですか。私20年目ですかね。20年目。20年です、はい。あ、そうなんですね、はいはい。で今から、はい、あの問題出します。はい、あの、あるお猿さんの後ろ姿を見せるので、はい、どのお猿さんか当ててみてください、はい、無理です。なんでやねん。ちなみに視聴者の皆様は、はい、顔を覚えてきたということで。そうですね、はい、後ろ姿で、ね、はい、当てられるかどうかということで、まあ、違いを見せましょうか。分かりました。芸歴は20年です。わかりました。じゃあ第1問目、はい、いきます。これマタちゃんですかね。正解です。今年の年末年始、年始か、年始は一緒にやってたんで、ええ、あ、もう一発で分かりましたね。また吉はもうパッと見て、パッと分かりました。さすがです。じゃあ次の問題いきますね。さすがです。はい、じゃあ、 あの、即答を期待しますよ。はい、いきますよ、はい、第2問。マロ。大正解。え、これ迷う刹那はありませんでしたか。迷う要素がないです。迷う要素がないですか。立ち方から、足の細さ、足の細さ、頭の形、丸しかない。雰囲気は丸でした。丸でした。で次いきますね。グリオツ。正解。うん、え、どうして分かったんですか。もう瞬殺です、これは。瞬殺ですか、はい。どこを見たんですか。あの、頭の毛の寝癖のつき方ですかね。寝癖のつき方。さすがですね。後ろ姿で。ちなみに芸歴30年目の、はい、あの先輩は、はい、外れてしまったんですか。え、外すとかあるんですか。外されました。あ、そうですか。そうなんですね。外すとか。そうなんですね。ちなみに次から出す最後の問題は、はい、なんと30年目の方、はい、答えられませんでした。なんですと。正解は誰もまだ分かっておりません。はい、はい、改めて芸歴何年目ですか。20年目です。じゃあ芸歴20年目の純平さんいきます。はい、最終問題、はい。え、これ純平じゃないですか。え、ちょっと待って。違うな、ちょっと待ってください。無理だな。え、これですか。ちょっと待ってくださいね。5秒。いえいえ、4、え、制限時間聞いてないんで。3、2、1。ちょっと待ってください。ポンちゃん、不正解です。ちなみに最初見た瞬間どのお猿さんの答えましたか。ジュニアだと思いました。え、ジュニアは今の相方じゃないですか。はい、ジュニアと会ったの何分前ですか。10分前です。10分前に会ったジュニアを見間違えるとは。しかもポンちゃんと見間違えるとは。今ジュニアですか。なんでやねん。ポンちゃんですか。ポンちゃんでもありません。正解は視聴者の方は分かっております。は
はい、芸歴30年の方でももう一回見せてもらっていいですか。はい、じゃあもうラストですね、いきますよ。はい、結局終わりませんでした。最終的に芸歴30年の芸人さんも20年の芸人さんも分かりませんでした。遅れましたから、ね、YouTube の皆さんに挨拶遅れたので撮らせてもらっていいですか。今です。皆さんこんにちは、純平です。